これやっちゃったやつですね。嘘でしょ。え、嘘。さあさあ、説明書。若干不安には思ってたんですよ。ほんま、また行きますわ。はいどうも、柴犬ゲームズの柴犬です。本日もよろしくお願いいたします。今回は急遽ゲオサマーセールが開催されるとのことでしたので、ゲオへ行ってまいりました。今回のサマーセールは期間が長くてですね、8月8日の土曜日から8月の16日日曜日の8日間もありますので、いつもねお仕事などの都合でセールへ行けなかったという方でもですね行きやすくなっておりますので、ぜひね足を運んでみてはねいかがでしょうか。でセールの内容は至ってシンプルでして、このようになっております。どうも。税込980円以下の中古ソフトと中古の周辺機器が全品半額となっております。うん、だいぶ分かりやすくていいですね。ただ1点だけね注意点がありまして、今までゲオさんの値札は税抜き価格だったんですけれども、今は税込み価格になっています。今までのセールは税抜き980円以下のソフトなどがセール対象になっていましたが、今回からはね税込み980円以下のソフトがセール対象となっておりますので、税込み価格の方を気にしてご購入されてください。ではね、今回私が購入してきたものをねご紹介したいと思います。ではどうぞ。はい、では早速開封していきたいと思います。じゃあまずはね、一番大きいものから開封していこうかなと思います。それがこちら、じゃん。 Nintendo DS の二の国漆黒の魔導士というソフトです。で、こちらが値札なんですけれども、ここに大きく記載されている方が税込み価格となっておりまして、で、この値段から半額になって税込み380円で購入いたしました。いや、とにかくこのソフトはね、でかいです。本当に。こんなにも分厚いですし、ね、こちらにあるファミコンソフトと比べてもね、これだけのね、差があるんでね、かなり大きいです。よし、ナイスセコロス。ということでですね、こちら380円なんですけれども、まあ相場的にもねだいたい300円から400円ぐらいのものなので、まあだいたい相場ぐらいかなとは思うんですけれども、ただね中にねこれ何が入ってるのかねすごい気になったんで今回購入してみました。なんか大きな本が入ってるのは知ってるんですよ。こちらの魔法指南書マジックマスターっていうのがね入ってるみたいなんで、ちょっと中身の方ね確認してみたいと思います。はい、じゃあ早速見ていきたいと思います。状態はねそこまではまあ良くはないんですけれども、こんな感じでちょっと角にすれがあったりって感じですね。ここか、ここから開けれました。じゃあちょっとね見ていきましょう。おお、ああいいじゃないですか、これ普通にかっこいいですよ。これを取ればいいですね。これも取れるんで、こちらがね本体となってるみたいです。で、中はこんな感じで、おお、これが噂の本ですね。あれあれ、ちょっと待って、まあまあひとまずこちらが先ほどの本ですね。うわすごい、わかっこいい。あ、これ普通にかっこいいっすよ。ほら、なんか古文書みたいな感じで、でね生地もねすごいしっかりしてるんですよ。もう厚紙でねすごいしっかりした本になってて、わこれめっちゃいいっすね。これだけいろいろ載っててねすごいですね。でこのクリスタルは何でしょうね。わこれすごい、これちょっと面白いですね。でマジックマスターに関する注意ということで、同梱されている魔法指南書マジックマスターにはゲームを進める上で欠かせることのできない重要な情報が書かれています。汚したり捨てたりしないようにご注意くださいということですね。それはいいんですけれども見た感じねこれないですよね。あれ、ソフトケースどこ。これやっちゃったやつですね。嘘でしょ。嘘。ないやん。ないですやんか。いやこれはありますけど。もともとないの？そんなことある？そんなことないですよね。まあ。ショック。片付けます。
疲れです。いや、まさかですよ。まあ、いいか。では、まず1点目は、任天堂 DS の二の国漆黒の魔導書というソフトでした。残念ながらね、ケースと説明書は欠品でした。本来はね、お店にあったのかどうかとね、ちょっとわからないんですけれども、ちょっと今回はね、欠品しておりました。そうか。そうきましたか。からか。はい、では気を取り直してね、2点目に行きたいと思います。では2点目のソフトはこちら、じゃん、ハドソン×グリーンライブ DS というソフトです。こちらの購入金額は税込み240円で購入いたしました。で、こちらここにも記載があります通り CD 付きということでして、こちらですね、 CD が付いておりました。おそらくこれ限定版なんじゃないかなと思いますね。で、こちらのソフトはですね、どういったゲームかと言いますと、あくまでもね、これ私の予想なんですけれども、まあ、このゲーム会社のね、ハドソンさんと、あとアーティストのグリーンがね、コラボということで、グリーンが DS でライブっていうことなので、おそらくこのライブ映像に合わせて、こうタイミングよく音を合わせるみたいな感じのゲームなんですかね。まあ、リズムアクションみたいな感じのゲームなんですかね。ああ、ここに書いてましたね。うん、リズムアクションって書いてました。はい。だから、おそらくそんな感じのゲームだと思います。では、こちらね、中身開封していきたいと思います。次はあるといいわな。ちなみに今のは、三輪明宏さんのモノマネでした。ちょっと待って、ふざけてる場合じゃないですね。はい。では、こちら取り出してみました。で、中身はですね、簡単なこのプラスチックのケースに入っておりまして、取り出してみましょうか。せっかくなんでね、このディスクと一緒に合わせていきましょうか。で、こちらがね、おそらく CD ですかね。はい、とまあこんな感じでね、ディスクを入れておきました。で、こちらがまずディス CD と、で、こっちがゲーム本体となります。今もまだ活動はされてるんでしょうかね。まあ、こんなこと言ってたらファンの方に怒られそうですけれども。ではこちらソフトをね、ガッチャンコしましょう。で、説明書も、なんかいろいろ入ってますね。お、すごい。これいいじゃないですか。ハドソンとグリーンのコラボのシールですね。おお、これ未使用じゃないですか。あ、これいいですね。で、こちらがハガキですかね。ハガキと、クラブ任天堂の紙と、で、説明書ですね。うん。中身はね、すごい状態はいいですね。よかった、よかった。はい、では2点目は任天堂 DS のライブ DS というソフトでした。この読み方で合ってるのかな、わかんないですけど。はい、では次3点目に行きたいと思います。3点目のソフトはこちら、伝説のスタフィー対決ダイール海賊団というソフトです。で、こちらの購入金額は税込み240円で購入いたしました。スタフィーがね、240円で買えたのはラッキーだったかなと思います。こちらの伝説のスタフィーはですね、ナンバリングはついてないんですけれども、伝説のスタフィーシリーズの5作目のソフトとなります。確か1から3までがゲームボーイアドバンスで、4とこちらのソフトがね、確か DS で出てたと思います。間違ってたらすいません。はい、若干勢いで喋ってるのでね、間違いがあるかもしれませんが、ご了承ください。伝説のスタフィー4も980円以下なので、今回のセール対象なんですけれどもね、ちょっと今回見つからなくて、またね、探しに行こうかなと思っております。じゃあね、これ中身開封したいと思います。見せてもらおうか、伝説のスタフィーとやろう。はい、ではこちら見ていきたいと思います。うん、状態は結構いいですね。伝説のスタフィーというゲームはアクションゲームなんですけれども、マリンアクションって書いてるな。まあ、アクションゲームですね、こちらは。で、結構ね、このシリーズ評判も良くてですね、面白いらしいんですけれども、ちょっとね、私ね、このシリーズ一つもね、まだプレイしたことないんですよ。うん、ちょっとね、なのでね、ちょっといつかはね、プレイしたいと思ってます。何の宣言やっちゅうね。じゃあね、中身の方を見ていきたいと思います。じゃあ、説明書の方を見ていきたいと思います。まあまあ、漏れはありますね。まあまあ、この辺のね、説明書のよりは多少ありますけれども、いいんじゃないですかね。240円でした。はい。
では、3点目のソフトは伝説のスタッフィー対決ダイールの海賊団というソフトでした。これはね、伝説のスタッフィー4もゲットしたいなと思います。うん、何の宣言やっていう話ですけどね。はい、はい、では次4点目のソフトに行きたいと思います。4点目のソフトはこちら、黄金の太陽漆黒なる夜明けというソフトです。で、こちらの購入金額は税込み264円で購入いたしました。でね、ちょっとこちらはね、ややこしいんですけれども、税抜き価格では480円なんですよ。なのでね、ちょいちょいね、税込みで480円だったり、税込みでこの528円だったりとね、ばらつきがありますので、この点をね、ご注意して見ていただければなと思います。で、こちらのゲームはですね、黄金の太陽っていうソフトなんですけれども、任天堂オリジナルの RPG となってまして、もともとはね、ゲームボーイアドバンスから出てきたタイトルになっております。この黄金の太陽シリーズはね、私好きなんですよね。で、この DS 版はやったことなかったので、今回安かったので購入してみました。相場的にもね、だいたい400、500円ぐらいのものなので、いつか買おうかなと思ってたんですけれども、今回セールというタイミングでね、購入いたしました。で、ゲームボーイアドバンスお持ちでない方はですね、Wii U のバーチャルコンソールで、こちら第1作目の黄金の太陽開かれし封印っていうソフトがですね、プレイできたと思いますので、ご興味ある方はね、そちらもね、ぜひプレイしていただきたいです。このシリーズはね、DS これと合わせて3作しか出てないんですけれども、隠れてるかわかんないですけど、名作なので、ぜひプレイしていただきたいです。じゃあちょっとね、開封していきましょう。ちょっと長々と喋っちゃいましたけどもね。はい、ではこちら袋からね、取り出しましたので、中ね、見ていきたいと思います。でね、この裏に書いてあったんですけれども、冒険の手助けとなるワールドマップが入っていますということなのでね、このワールドマップがね、入ってたら嬉しいですね。黄金の太陽シリーズはね、アドバンスの時からマップはついてるんですよ。さて、お、ああ、よかったよかった。まあね、実はね、これ、入れる時に見ちゃったんですけどもね。はい、でこちらがカートリッジとなってまして、で次がマップですかね。このマップがね、いいんですよね。でマップがこんな感じになっております。 DS 版の黄金太陽ってね、私やったことないんですけれどもね、ちょっと調べてみたらあまり評判はいまいちみたいですね。ここに登場するとある人物がね、結構かなり悪質な言動があるらしくてですね、結構ひどいらしいんですよね。ちょっと、ね、詳しくはね知らないんですけれども、それをねちょっと確かめたくて、ちょっとプレイしてみようかなと思います。で説明書はねすごい綺麗でした。いや、よかった。これ黄金の太陽シリーズはね、大好きなんで備品でね集めてるんですよね。あ、でも久々にやるのはちょっとアドバンスからね、一からやり直したいかもしれないですね。はい、では4点目のソフトは黄金の太陽漆黒なる夜明けというソフトでした。黄金の太陽シリーズはね、ぜひ皆さんもねプレイしていただきたいなと思います。はい、では次5点目のソフトに行きたいと思います。5点目のソフトはこちら、星のカービィ参上ドロッチェ団というソフトです。こちらの購入金額は税込み490円で購入いたしました。これはね、税込み980円なので、ギリギリセール対象品となります。星のカービィシリーズがね、500円以下で買えるっていうのはね、なかなか良かったんじゃないかなと思います。ちょっとね、このゲームはね、知らなかったんですけれども、星のカービィシリーズならもう間違いないかなと思って購入いたしました。DS ではね、なんか星のカービィシリーズいくつか出てたと思うんですけどもね、他のもね、見つけたらね、買おうかなと思います。じゃあね、ちょっとこちら、中身見ていこうかなと思います。はい、ではね、袋から取り出しましたので中身の方を見ていきたいと思います。さあさあ、説明書、ちゃいますやんか。なんでこうなりますので、本当にちゃいませんか。そういえばここのお店で買ったやつは中身確認なかったなぁと思って、若干不安には思ってたんですよ。だいたいね、ゲオさんで購入すると、中身こちらご確認いただけますでしょうかなんていつもね言ってくださるんですけれども、このお店の時だけはね、その確認がなかったんでね、大丈夫でしょうと思ってたんですけども、はい、残念もうまた言いに行かなあかんやんか。
はい、でこちらは説明書です。うん、はい。どうやってテンションこれ上げろって言うんですか。もう、はい、ソフトがあれば完璧でした。嘘やろ、まだこっちのね、2の国はですよ、ソフトがちゃんとついてたんでまだゲーム遊べるじゃないですか。こちらはね、あのゲーム入ってないんで遊べへんすよ。ほんま、また行きますわ。ではね、ちょっとハプニングはありましたが、5点目は星のカービィ参上ドロッチェダンというソフトでした。うん、ただの空き箱です。はい、では次6点目のソフトに行きたいと思います。無理やりにでもねテンション上げていきましょう。6点目のソフトはこちら、任天堂 3DS のゴンバク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 アドベンチャーというソフトです。でこちらの購入金額が税込み240円で購入いたしました。これはねかなり当たりでしたね。このソフトずっと前からね欲しくて欲しくてね探してはいたんですけれども、なかなかなくてですね、で今回、まあ、偶然見つかりまして、でしかもね運よくセール対象品ということでね、かなりお安く買えたかなと思います。でこちらのゲームはですね、アクションゲームになってまして、このゴンっていうなんか元はなんかアニメなんですかね。要はこの恐竜が主人公でいろいろなんかバクバクバクしていくんですかね。よくわからんですけども、はい、なんかそういうゲームみたいなんですけどね。ではね、ちょっと中身見ていきたいと思います。ほんまに中身見ましょう。はい、ではこちらね袋から取り出しましたので中身の方よく見ていきたいと思います。まあ一応ねこれはもう見たんで大丈夫なんですけれども、はい。こちらはソフトのみとなってましたね。残念ながら操作説明シートみたいなのは多分入っていると思うんですよね、本来。それが多分なかったですね。操作シートなきゃほんまに殺風景ですね、この中身。まあでもね、税込みで240円だったらだいぶ安かったかなと思います。ぜひね、皆さんもこのソフト探してみてください。パッケージがね、もうすでに面白そうですもんね。はい。はい、では次7点目のソフトなんですけれども、次でいよいよラストとなります。ラストのソフトは PS ビータのソフトとなります。それがこちら、じゃん、ペルソナ4ダンシングオールナイトというソフトです。でしかもこちらは限定版となっておりまして、購入金額が税込み490円で購入いたしました。これもね結構良かったですね。かなり安く買えたんじゃないかなと思います。このソフトね、通常版のソフトだけの方も売られてたんですけれども、そちらもね同じく980円でしたので、まあ迷わずこちらの限定版の方をね購入いたしました。でこの限定版の方はですね、おそらくこのサウンドトラックがついてるっぽいので、これだけでもね正直500円ぐらいの価値はありそうですけどね。じゃあこれもね中身の方を確認していきたいと思います。あってくれ。はい、ではこちら袋から取り出しましたので開封していきたいと思います。ではね、ちょっと中、いきなりなんかすごいのが出てきましたね。うん、なんかちょっとよくわからないんですけども、カードが出てきました。で、こちらがソフトですね。フィーバーしてますね、確かに。で、中身はちゃんとシートが入ってまして、ソフトをね、せっかくなんで入れましょう。はい、ではね、これガッチャンコしていきましょう。はい、OK。はい、ではこちらがね、ソフトとなります。はい、ではあとはサウンドトラックですかね。ではね、こちらもガッチャンコしていきましょう。はい、ではこちらディスクを入れましたと。うん、ディスク2枚組って結構豪華ですね。これは何ですかね、ついでにこれ見てみましょうか。あー、すごい、ちゃんと歌詞まで入ってるんですね。おー、すごいすごい。こんな感じでペルソナシリーズのね音楽はね本当にいいんでね、これはサウンドトラックだけでも結構価値ありそうですね。はい、ではラスト7点目のソフトは PS ビータのペルソナ4ダンシングオールナイトというソフトでした。これもね490円で買えたのはかなりお買い得だったかなと思います。はい、では今回ゲオのサマーセールで購入したものはこちらで以上となります。まあ、今回もねなかなか全体的にお安く買えたかなとは思うんですけれども、ちょっとねこれとこれですね、ちょっとこの二の国と星のカービィはねちょっと問題がありましたので、まあ、こっちはまだいいとしても、この星のカービィの方はねさすがに言いに行こうかなと思います。ちょっとこれの続報はね後編の方でご紹介したいなと思います。実はねまだこれだけじゃなくて購入したものがいくつか残ってまして、それと合わせてねこちらご紹介またしようかなと思います。でここからはね次回予告みたいな感じなんですけれども、
はい、こちら、ちょっと大きくてねまだ入りきってないんですけれども、プレイステーション2の BB パックっていうね、こちら偶然ね業さんの方で見つけまして購入いたしました。これねかなりお安く買えたので次回ねご紹介しようかなと思っております。なので次回も絶対見てくれよな。はぁ、低評価待ったなしですね今のは。はい、というわけで今回の動画はこちらで以上となります。この動画がね少しでもねいいなと思ってくださったり、もしくはねここにあるドラゴンクエストモンスターズテリーのワンダーランドがねあーええなーって思ってくださいましたら、チャンネル登録や高評価コメントなどぜひよろしくお願いいたします。まあむちゃくちゃですけれども、また後編の方も近々出しますので楽しみにお待ちいただければなと思います。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。サクロース。